成功はコーナーがあって、高校はコーナーシールビー。ワンツー。DJ はアーが16小節2本です。まずは携帯で撮ってるような声で、心の目と自分の目で見たのが絶対楽しいからな、決勝戦。それでは行きましょう。DJ アーが、Ready? Fight! Yeah!じゃんけん勝ったら絶対先行で16を選ぶって俺は決めてたからよ。いやこんななよなよしたやついらねえだろ。男には見せに来たんだよ。ダメじゃねえ JFB。 いや16また間違えて8でやめようかななんてふざけたスタイルは絶対にしません。マドファッカー中指を突き立てるぜ。お前正直グリフィンスカルプチャー聞いたけど一人だけキャラが薄すぎた。 MOBそしてブラッキー KT 進化してるけどお前に一切進化なし。でこれはこの舞台だからこそ言えること。後で音源作ろうっていつも言ったのに何も連絡してこねえの、どういうこと。ごめんな。じゃあ今日このバトルが終わった後連絡取り合って音源作ろうか、もう一回言っとこうか。ガッティお前のその心配してる俺の燃料スタミナ切れ安心して、それはないぜ。今日はこの場内戦ジハード先生何でもいいぜアルティメイト。よマジな本番決勝これでどうだ、気持ちお互いにどってしたマスター。そしてこの立場お互い様だな。だけどこの場ええよ誰がいる誰がいるバカとの差だ。お互いそんなバカはしねえ志村けあはあは知らねえは。この場でええよ決めていくだけだ。今日も思いの丈はどちらが命だけだ。そういう気持ちだけで押し通していくこの信念まるでライカ武田信玄。命がけだまず測る身の丈だ。そこからまずはちゃんとやり直してみな。スタミナが切れて安心しろとか言ってたけど全然スタミナ切れてる、全然上がってねえんだもん。俺はうなぎ登りで上がるぜ。今夜も優勝までにとっとび、そして本戦絶対取るぜ。あるして頼む出てくれ。だからリベンジ、トラウマを消すにはあいつが必要だ。お前は意がないこっちとらどうだ。ノーガー戦い抜くないもポーカーフェンスキラヌーとやかく言われる筋合いもね。ちょっと今見失ってビートキープができなくなった。だけども最後にポッパッパー。ごめんねその最後の何とかとか言ってんのかをごめんマジで聞き取れなかった。ようだけでもお前を飲み込んでいくまるでアナコンダ。こんなんで俺のアンサーはどうだ。日立ちのアンちゃんもしくはお父さん、ここらでお前にする会社は倒産するのが当然。もう目に見えてるその200円グラも今日おしまいだぜ。この場終点まずシリ滅裂お前のバースのそれでラストダンス。そのなんか最後言ってた言葉が遺言かな。よ誰かに当てた言葉かな。いや誰もそれもわからねえがこの場ちゃんと決めるタイプな覚悟あるのは俺の方だ。よマジライカマグホーガンバリキューも飛ばすこのラップをフローで英雄ドンジャン。それでは判定お願いします。先行青コーナーガッティ、レディージャッジ青勝者ガッティシェフビーに大きな拍手。ライブの最後でかっこよかったしグリフィンサポートしてくださいシェフビーのお二人。どんな気持ちなのかと実際に話してください。茨城予選チャンピオンガッティ、みんなもう一度大きな拍手。ワンツーワンツー、ちょっと取りづらいビートだからうまくできるか分かんないけど、いやワンツーYeah, 今夜は楽しませてくれた皆様にまずは感謝。誰もが俺の首を狙うだからこそ俺は上を目指す。負けらねえぜ誰よりも楽常にしてるからこれも取れたさ。みんなラップちゃんとやれば優勝できるようになるよ。俺全然ここにいる誰よりもラップやってるから。そんで優勝してモテモテになってたくさんセックスしてくれよ。俺はもう嫁がいるから遊べねえから次
またこれを狙いに来てくれ、いい夢見れるぜ、ありがとう MC ガッティー。